じゃあ今回はインサイドアウトについてお願いします。はい、あのバッティングで今度、ね、さっきタイミングが大事だっていうことを言ったんですけども、今度トップでボールを迎える形ができたら今度はスイングです。でそのスイングの時に、まあ、自分が心がけてると言いましょうか、大事なことが体からバットが離れないっていうことですよね。トップの位置からもちろん下半身が少しリードしたらグリップの位置ってここまで出てくると思うんですよね。その時に大事なのがこの右の肘がおへその方にこうグッと入ってくることですね。で今度はここまで出てきたら、まあもちろんあのインコースをレフトに打つ時にこうずらしながら面を変えずに、ね、追い込まれた時にまあファールにしたりレフト前に落とすという、まあ、それは技術はあるんですけれども、ここまで引っ張ってきたら今度はここを支点に今度はヘッドを返ってこないといけないですよね。ということはここで手がしっかりと伸びるというところが大事で、まあ、自分の場合はですけどトップに入ったら利き手の右手はある程度3本しっかり持ってるんですけど、極力後ろの手はもう添えるだけで腰を切った時にやっぱり肘が必ずここに入るようですね。これはあのどのプロ野球選手も近いところにくっつけてくるということは言ってると思います。で例を挙げれば、この間ちょうど YouTube かなんかで坂本選手の室内練習でティーバッティング、例えばこっちから背中から投げてきたボールを体を開かずにバットを体の近いところに通してこっちに打つ練習ですよね。それがバットが外から出て体が開いてしまうと投げ手にこう当たってしまいます。で下を止めてこの面を正面に向けたままこう打つ練習であったり、やっぱりすごくバットの出を体の近くにインサイドから通ってくるようなそういう練習を、ね、たくさんしていたので、やはりあれだけ広角に、まあ、いろんなところに打てるのかなと思いますし、青木選手もそうですよね。とにかく大事なのは肘がこう入ってくる。だからこの角度で来たら少々詰まってもファールになったり、あの押し込んでこうヒットにすることができるんですけども、出だしがこうであれば本当にアウトコース真ん中やや外の甘いところだけしかいい当たりしないと思うんですよね。だからあくまでもステップしてこの形ができたら下半身からリードして手がここまで来たらここから支点にパッと足出す。ただあの西武のおかわり君とかね、ああいう本当のホームランバッターっていうのはここまで出てきたら今度は逆に引っ掛けるっていうんですよね。ということは遠心力が働くので、だからあのボールを飛ばすことができると思うんですけれども、やっぱりそのデメリットっていうのはすかされた時に空振りとかは多いと思います。で率を残すバッターっていうのはとにかくボールを長く呼び込んで体の近いところこの面を長く使って、まあ、もちろん引っ張ることもあるんですけども遅らせてファールにしたり、極力この面を開かずにバットをこう極端なことではここまで出す選手もいますよね。そこはあの長距離バッターと短距離バッターの違いかなと思います。でもさっき言った打ちに行くまでの形はこれは一緒だと思うんですよね。ティーバッティングとかこういうスタンドティーを打つときに、例えばまず大事なのは、ね、子どもたちもこの練習やってると思います。ただ大体のところに置かないでくださいね。しっかり自分がステップした足のやや前、大体この辺で打ちたいわけですよね。まず自分のポイントをしっかり合わせてステップしてトップに入って、このボールの自分の体側半面を打つようなイメージですよね。ここからいきなりボールの外叩くとこういうスイングですよね。ではなくてボールのこの真ん中から自分に向いてる方を打つイメージですか。このスタンドティーっていうのはそういう練習をしてもらいたいと思います。自分たちが子どもの頃よくタイヤ叩きってしたんですけども、今あんまりタイヤ叩くで子どもたちとか選手いないと思うんですけども、まあ、これも一緒でとにかくここのポイントを強く打ちたいわけです。でここを強く打つためにいきなりこうやって打つよりも、ある程度力のない子どもたちっていうのは反動ってある程度使ってほしいんですよね。で構えが1であれば1、2の方がここのボールを強く叩けるので、
その時に大事なことが1、2でトップに入った時にステップした前の足と自分のこの手を見てもらって一回離れますよね。これがあの距離を取るっていうんですけども、この距離の取れたところから今度下半身から回していてボールの内側を打つという。もう一回いきます。構えて1、2、距離がしっかり手と足が離れたら振りに行きます。離れたら振りに行きます。それが距離を取ろうとしていけないのが、ボールがここまで来てるのに距離を取ろうとして打つ瞬間に手を後ろに下げると今度バットが出てこないです。離れたらやめるか打ちに行くかですね。離れたらボールが来てるのにこの動きはダメですね。でここでこう見定めると言いましょうか。これが大事ですね。用意どんでこの打ちに行った時にこの右の肩、前の肩がとかこの胸がすぐピッチャーの方に向く選手すごく多いんですよね、子供たち。だからできるだけそこを今カメラ撮ってるんです。カメラを見たままこう打てば体の開きってこうはならないと思うんですね。あと昔からの野球ってボールをよく見て打てって言います。もちろんあのピッチャーがモーションを起こしてボールが来るんですけども、ある程度やっぱり目線をここに置いてほしいんですよね。でどうしても人間飛ばしたくなると打ちに行くときにここまで見てても顔の位置がこっちに来る人が多いんです。ということは自然に体が開きます。だから頭のポジション、顔のポジションをある程度この辺に置いといて打てば体のこの開きっていうのは抑えられると思うので、自然とスイングはインサイドアウトに、インサイドから出てきて帰ってくると思います。インサイドアウト、なかなかこれは、ね、難しいって言ったら難しいですし、はい、なかなか子どもたちがマスターするのもまあ大変だと思いますけど、はい、もう粘り強くやっていけば必ず、自分の方にできると思います、はい、でこういう形の、はい、これはあの内田販売システムから出してもらったパワースラッガーネオという器具なんですけども、これはあのインサイドアウトにスイングを強制するためのまあ、トレーニングバットと言いましょうかね、うんうんうん、まあ、そういう器具でこれなかなか本当にうまくできてるんですけども、やはり早くバットがこう体から離れてしまうと音って後ろで鳴ってしまうんですよね。でただこういうふうにしっかりと下半身からリードしてグリップから先行してきますと、まあ、インパクトからインパクトの前でこの音が鳴れば合格なんですよね。だから外からバットが出やすい人は後ろで鳴るんですけども、鳴ってるステップして腰を切って、だいたいポイントから前でこの球がこの当たる音がすれば、そこを意識しながら練習する器具で、非常にあのちょっとバットが体から離れる人とかインサイドからバットが出にくい人には非常に有効な器具じゃないかなと思います、うん、ぜひ一回試してみてください、うん、はい、ご視聴いただきありがとうございました。次回は打撃の総合的なところを立つにお願いしたいと思います。ありがとうございました。